イグナシオ・ナチョ・モンサルベ・ベビセンテは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。レフスキ、ソフィア所属。ポジションはディフェンダー。マドリードに生まれ、12歳でアトレティコ・マドリードのカンテラに入団した。2013から14シーズンには、C チーム、翌シーズンには B チームへと昇格した。2016年3月、トップチームのセンターバックを務めるディエゴ・ゴディン、ホセ・ヒメネス。 ステファン・サビッチが相次いで負傷すると急遽トップチームに招集され4月2日のレアルベティス戦でトップチームデビューを果たした2016年7月19日テルセーラ・ディビシオンに所属していたデポルティーボ・ラ・コルーニャのリザーブチームへ移籍した2017年8月24日デポルティーボでの活躍から西軍団のラージョバ・バジェカーノに引き抜かれ1年契約を交わした しかし、加入後すぐに、レクレアティー・ボエルバへと貸し出された。2018年8月3日、スペインを去り、オランダの FC、トゥーエンテに移籍した。トゥーエンテでは準レギュラーとして活躍し、クラブの一部昇格に貢献した。2019年7月1日、ナック・ブレダに移籍。2021年1月27日、レフスキ・ソフィアに1年半契約で加入した。 ありがとうございます。